パリパラリンピックのバドミントンは30日、各種目の一次リーグが行われ、男子ダブルス、車椅子、は松本拓海、創成建設、長島修、リクシル、グミが韓国ペアに、梶原大輝、ダイハツ、村山博史、SMBC グリーンサービス、グミがドイツペアにいずれもストレート勝ちした。男子シングルス、車椅子 WH2、で梶原が松本との日本勢対決を制した。女子シングルス、下肢障害 SL4、で藤野亮、GA テクノロジーズ、が対戦手を破った。